た来てもらってるとは思わなかったもんで、来ました。本当にお疲れ様です。ありがとうございます。まず、ヨットで入ってきたとき、この皆さんの様子、どんな風にこう目に映りました？本当にね、今日この雨で、本当に寒いし、もう多分もう朝も早いし、もう多分いてないと思ってたんですよ。はい、あんまりいてないなと。まあまあ普通に入っていこうかって来たんですけど、まあびっくりしました、本当に。と大きくこう手を振りながらやってきて、で、第一歩踏み出したその瞬間、どうでしょう、またその走り。いや、走りというより、この地に降りたときに、日本ってあったかいなと思いました、ほんまに。はい、やらしいですね。やっぱりこの道中、その辛いこといろいろあったと思うんですけれども、やっぱり一番印象的だったのは、まあそうですね、やっぱり病気が見つかったときはちょっと落ち込みましたけど、やっぱりその支えになったもの、一番は何でしたか？やっぱりね、みんなが応援してくれてることと、それと家族と、はい、それとまあこのアースマラソン関係者の方がみんな頑張ってくれてますから、はい、それでやっぱり頑張らないかなと思って。今一番やりたいことは？パンプキンそれなんですか、そのパンプキンっていうのは。新しい、なんかあ、ご存知ないんですか？あ、これアメリカからずっとやってるんです。そうそう、そのアメリカでの新しいその、はい、本当にあんたなかなか目線が広いね。あ、もう一つだったの。高架市長でいらっしゃいます、はい、高島総長様よりどうも、ありがとうございます。ありがとうございます。もう博多湾に帰ってきていただいてありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。そのままこちらにお願いします。はい、ありがとうございます。チーズ取らなくていいですよ。泣いてね。お疲れ様です。ありがとうございます。はい、よかったです。もう無事ついて、はい、いやいや、ありがとうございます。はい、元気か？元気です。元気でやってる。はい、特に成長してないですけど。お前成長してない。俺も成長してない。でもまあアメリカから来てくれたんや。アメリカから一発言っといた方がいいんじゃないですか、カンペさん。俺のお祝いのダンスがまたあるでしょ。お祝いのお祝いダンス、はい、せーの。ちょっと、やばほぼ。いいね、はい、せーの。カンペさんに向けて、せーの。いやー、ありがとう、ありがとう。ね、よく来てくれたね、本当に。ちょっと大きなったな。大きなったよね。アメリカだった時より。なんかすごい、そうですかね。もうお姉ちゃんだったんですけど。うん、ね、ね、本当に。ね、本当。そうですかね、超大きくなった。アメリカからやで、お母さんもね。ありがとうね、本当に。じゃあ、ガッピちゃんに早くしていいですか？はい、はい。嬉しいです。
ありがとう。お疲れ様です。お疲れ様です。ここが伊藤。本当ですか？ごめんなさい、嘘。嘘でも嬉しい。でも本当に足元見てください。ね、見せてください。この足で地球一周およそ4万キロ。はい。ですよね。はい、そうです。そのまま降りてきたでしょ、ね、本当にありがとうございました。本当に